メルボルンシャッフルは1980年代に発展したレイブダンスの一種。エレクトロニックミュージックに合わせて踊るのが典型的であり、メルボルンのレイブシーンを発祥として1980から90年代にかけて流行した。ダンスの動きは、かかとから足先にかけての素早い動きか、T ステップからなり、ランニングバンの一種を呼びそれに合わせた腕の動きを伴う。この ダンスの前世紀におけるメルボルンのクラブとしては、チェイサーズ、ヒート、マーキュリーラウンジ、バイパー、トゥートライブス、PHD といったものがあった。メルボルンシャッフルは2012年にロンドンで流行した。また2014年にはオランダのダンスシーンにも登場したと報じられ、そこではウサギ踊りと下げすんで呼ばれた。T ステップランニングマンを遅くした動きダンスの 基本的な動きには T ステップがあり、それにライニングマンの一種が組み合わされる。このダンスは即興で行うものであり、リズムに合わせて繰り返し足裏を内側へ、外側へと引きずり、腕を上下、あるいは左右へと突き出す。他に360度スピンしたり、ジャンプしたり、横滑りするような動きも組み合わされる。ダンサーによっては、 足元の床にベビーパウダーを振りまいたり、液体で濡らしたりして、足をスライドしやすくすることもある。ありがとうございます。